Miahu.長政めが、信長様は裏切り者を許しはせんぞ。
ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。あやかしをほくりてしすは本物。これが。
やっぱりその小刀は幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。
みんな成仏できたみたい。松永断次を久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですか。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め。